主の御言葉はあなたを生かしあなたを導きあなたを照らす主の御言葉は力があるあなたを励まし あなたを癒やす今主の前に心開き待ち望む主の御言葉今主の前に心開き 待ち望む主の御言葉 AmenGood morning アーサー・ホランドデイリー皆さんに届けます今歩いてます、まあ、この歩きながらデイリーを語るっていうのもいいでしょう UberChapelMovingMorningMessage ブラザー小坂中のミクタムの歌今主の前に心を開き待ち望む主の御言葉魂のロッカージーザスご自身がいろんなミッションの働きの中一人寂しいところに出かけて祈られたとありますけどまさに神が人となった御子イエス・キリスト父なる 神とのその交わりの時間欠かさず持っていたということが聖書を見るとギブにされますジーゼスが静まって父なる神と親睦を持つなら当然のこと私たちも秩庫御,御霊三一体大いなる人の交わりを欠かさないことが大切です。 あなたは見ているが見ていない、聞いているが聞いてない。それはあなたの心が固くなだからだ。あなたは見ているけど見ていない。聞いているけど聞いてない。心が固くなだ。静まって、私がお前を愛しやまない神であることを知れ。静まるということは神の恵みに触れられるということです。今日のメッセージは、そして、 イエスは言った人にはできないが神にはすべてが可能ですまあこの話っていうのは確かマタイの福音書の19章の23節から26節の言葉なんですけどああ ジーザスは金持ちは天国にに行くのが難しいといとう話になるわけですねまあこれこの前もディボーションで言いましたが結局金持ちの青年が来て、えー、一生懸命真面目に立法も守って生きてんだけど永遠の命っていうものがあるかないか分かんない、えー、その時にイエスがね自分の財産を売って、えー、そして貧しい人に施し 私についてきなさいって言ったら悲しい顔で帰っていったっその流れの中で金持ちが天国に入るのは難しいっていうその流れの話をしてるわけですねそれはラクダが針の穴を通る方が優しいってラクダが針の穴通れるわけねえだろうってねまあ,あのリトリックな言葉の当時の表現なのかもしれませんけど。 いいろんな解釈があると思いますけどまあこの小さな針の穴にラクダまたラクダという言葉は材木を指す言葉でもあると言われてますからね材木を針の穴に入れることできない当たり前じゃんでもね金持ちが天国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいっていうのはなんか皮肉な言葉ですよね。それだけ金に執着持って それがまあ自分の神より大切なものになっちゃうと、うん、永遠の命というものが大いなる存在恵み深い方に、えー、より頼んで信仰に生きることが永遠の命の不思議な確信を精霊を通して与えられるんだけど結局金だけに執着してたらああいつの間にか。 神の荒れみとか恵みを忘れ去られてしまう、まあ、そういう人もいるでしょう全部が全部だとは思いませんけどジーザスは天で宝を積む,宝を積むものになれとね俺たちはこの地上で地上の価値観で生きてます地位や名誉や肩書き 時間そして数字に追われているシャバ平和ない忍耐が求められる社会でもイエスはずっと神の国について話しているわけですよね神の国はそういう場所じゃないんだよって神の国と神の義を第一にしたら必要なものが与えられるという世界があるんだよそれをお前は地上で信仰を通して体験できるよいやそれを言葉まさに立法成就させる 言葉が人となったイエス・スキリスト十字架の上で私たちの罪のために死んでおみがえってくださったこの方この方は正しい人を招くために来たんじゃなくて罪人を招くために来た要するに神からぶれて生きて自分中心に生きるそして神の立法を戒め、えー、心を尽くし思い尽くし知性を尽くし力を尽くしあなたの主である神を愛しなさいそして自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという。 その愛が実践できない私たちに対して無償の愛を持ってイエスは十字架にかかって死んで蘇ってくださったその救い主この方に信仰を置いて生きる時に私たちは永遠の命が与えられそして人生捨てたもんじゃない生きててよかったそしてその喜びが周りの人にあなたの 聖霊の力を通しての生き様がキリストの香りがキリストの品格が輝きがあ,あ,あなたを通して周りに表されていきあなたの中にあるものを私も信じたいというそういう気持ちが起こる人たちが起こされるんだよと全世界に出て行って福音を伝えろというのはああそういう人たちがいっぱいいるからああ地のを世の光となって出て行きなさいって。 イエスは私たちにチャレンジを与えてくれているわけですね、えー。なんで僕たちは毎日30キロ歩きながら十字架を掲げながら歩いているか。あなたは愛されています。そしてあなたも人を愛することができます。神はあなたを愛します。あなたも神を愛し、自分を愛し、そして周りの人を愛していく、そういう存在になれます。イエス・キリストはそのために十字架にかかって真理を磨いてくださったんですよ。ですからこの アーサー・ホーサホ十字架担ぐこの姿だけでも一つの絵に例えることはできるわけですねこの十字架とアーサー・ホーランドのシリエットを今何台も車通りますけどみんな見てますそしてすぐ十字架担ぐ男で検索する人もいます U ターンして写真撮ってくださいって来る人もいます漫画でゴルゴタ農家にイエスは十字架担いで歩いたというのを思い出す人もいますそしてある人は インスタグラムで見てますフェイスブックで見てます YouTube で見てます私もクリスチャンですとも言う人がいますこれはもう僕たちは車の中に乗っている人何人いるかもわからないしかし不思議な精霊の働きを通して人々の心の中に働くんですそしてそれを通してイエスキリストを信じる人も起こされる時があります 一緒に歩きたいってついいつてくる人もいます回通り過ぎて2日のうちに追っかけてくる人もいますそしてずっと僕の集会に来て話を聞いてどんどん心を開く人もいますある皆さん神のなさることはすべて時にかなって美しい神は永遠を人の心の中に与えられたとあるようにみんな心の中に永遠の思いが与えられているんですよねですから 人には不可能しかし神にはどんなことがどんなこともできるんです。人にはできないが神にはどんなことができる。魂を救うのは俺たちの力じゃないんです。権勢によらず能力が私の霊神の霊スピリットなんです。精霊の働きでありイエスの働きなんです。ちなる神の働きであり番組の見つかりの働きなんです。僕たちはただその恵みに押し出され精霊の力によって。 深みにこぎ出して網を下ろせというね全世界に出て行って福音を伝えろということをただそれに押し出されて仕えているだけなんですでもその網に救われる人を入れていくのはあのペテロが一晩中魚を取ろうとしたけど取れなかったけどいやいやながらでも下ろしたら 大量の魚が入ってきて網が破けそうになった2艘の船が沈みそうになった魚はやる気満々魂も今救いを求めている人たちがいっぱいいるんです俺たちには分からないでも神は求めている人のところに福音を伝える人を必ず導くんです出会わせるんです今も車が通るときその中に人の悩みを知っている神はこの十字架を感じさせるんですそして精霊が働くんです 救いの宮坂が起こるんです、そういうことが起こるんです、リバイバル、そういう働きなんです、そのことを忘れずに、人には、しかし人にはできないが、神にはどんなこともできます、ぜひそのことを忘れずに。Have a good day good